植物は上に伸びる競争だけではなく、より遠くへと分布を広げる競争も繰り広げます。その戦略は様々です。一つは森に住む動物に果実を食べさせて種を遠くに運ばせる方法です。さらに風や水の流れを利用する方法もあります。双葉柿の種は羽を持ち、風に乗ってなるべく遠くへ落ちようとします。水の上に落ちれば流れを利用してさらに遠くへと分布を広げます。生き残りの競争をしているのは植物だけではありません。動物の場合はもっと熾烈です。川底に生える藻に目をつけて木の上から降りてくる動物がいます。トマスリーフモンキーです。いつもは木のてっぺん、樹冠で暮らし、めったに地上には降りてきません。地上は肉食獣など天敵の多いところです。川に生える藻がよっぽどおいしいのでしょう。危険を冒してまで降りてきたのです。群れのメスたちは水に入り、器用に手ですくって藻を食べます。しかし猿の群れは漫然と藻を食べているわけではありません。オスが木の上から周りを警戒しています。トラが川辺に近づいてきました。生まれたばかりの小さな子供を連れた母親がいます。トラには気づかず、もう夢中で食べています。オスがトラの気配に気づきました。声を上げて仲間に危険を知らせます。トマスリーフモンキーはオスが見張り役となって群れを守っているのです。虎のような肉食獣も高い木の上まではやってきません。しかしオラングウータンの親子にも敵がいます。オスのオラングウータンです。普段は物静かなオスですが、交尾を迫ってくるとき、親子ともども傷つけられてしまう恐れがあるのです。母親はできるだけオスとの距離を置こうとしています。幸いオスは親子に関心がなかったようです。木の上は林床と違い、外敵に怯えることなく安心して暮らせるところです。オラングウータンと他の動物の間で生き残りの競争はほとんどありません。
仲間同士で時々トラブルがあるほかは穏やかな暮らしをしているのです。再び林床に降りてきました。アジアの森に生きる最大の動物、アジアゾウです。ゾウはその巨体で森の木をなぎ倒してしまいます。こうした動物に対しても森の植物は生き残りの知恵を発揮します。この植物には鋭いトゲがあります。さすがのゾウもこの植物に触れようとはしません。生き残るために昆虫の助けを借りる植物もいます。アリが植物の葉を食べに来たイモムシに立ち向かっていきます。強力な顎で相手を威嚇し渡り合います。アリはイモムシを追い払ったお礼にこの植物に住み着いた別の虫を通して甘い蜜をもらいます。この植物は甘い蜜を使ってアリを用心棒にしているのです。植物の中には子孫を残すためにアリを利用するものもいます。おいしい蜜に誘われたアリは知らぬ間に体に花粉をつけられ運び役となります。アリは受粉の役目を果たすのです。この卵の仲間は受粉に決まった昆虫だけを利用します。コハナバチだけを選んで引き寄せ確実に受粉を果たす仕組みを持っているのです。一方コハナバチは花の蜜を巣に持ち帰ります。そしてオレンジ色の丸いものに蜜をため幼虫に食べさせます。卵とこの蜂の間には持ちつ持たれつの関係が成り立っています。熱帯雨林の植物の中には卵と同じようにある決まった昆虫だけを受粉のパートナーにしているものが他にもいます。世界最大の花ラフレシアです。花の直径は1メートルにもなります。この大きな花は腐った肉のような匂いを放ちハエを引き寄せます。中に入ったハエには花粉がつきます。その花粉が別のラフレシアに運ばれ受粉を果たすのです。ハエが受粉の仕事を終える頃ラフレシアは枯れます。熱帯雨林の林床の植物はそこに住む動物と密接な関わりを持ちながら生き残る術を身につけているのです。